さあということで、今回は生き延びるためのジムでしたが、次回はですね87歳現役トレーナーしげるさんが出てきます。はい、今回これですね、この人ね66歳で人生で初めてパソコンを触りネット取引を始めるっていうね、うん、もうなんていうのかな、投資の世界の亀仙人みたいな人なんですよ。確かに。で87歳で今、資産18億円でしかも、今回の8月4日あったよね、金融地震、そうです、金融大震災があったと思うんですけど、あれで3億円近く損をしてるんです、うん、で今それはまた戻ってきてるはいるんだけど、うん、という、スーパートレーダーおじいちゃんの藤本茂さんの本を紹介しつつ、今話したね8月に起きたものすごい、為替は20円円が高くなって、で株が1万1000円滑り落ちたのかな2日か3日で、うん、あの大地震の話を、一応ちゃんと解説しようと思います、うん、はい、ということで、今夜もご視聴いただいてありがとうございました。また来週お目にかかりましょう。それでは、はい、おやすみなさい。